なことを言わないようにお願いします。昨日やったところでは見てやと言われました。本物でございます。かまど油、これから本物と証明してまいりましょう。まずはどうやって作られるのか、製造方法やいかに。文字通りガマガエルから取り出します。この木箱の中に入っております。よりも見にくいガマガエル、青ガエルやアマガエルのようなちんまいカエルちゃんではございます。大人が両手を広げたぐらいの大きなカエル。前足の指が4本しかない。後足の指がその代わり6本生えております。危険でございます。カエルが苦手と言われる方は目を閉じておいていただきます。もうちょっと前へ来ないと見えません。山寺の鐘が5本となるといえども、鐘に種目を当てたれば鐘が鳴るやら種目が鳴るやら、 そんな中途半端な移動じゃなく、もうちょっと前に来なさい。同じ見るなら前の方でございます。ありがとうございます。行きましょう。あの距離からここまでなかなかの進歩でございます。ありがとうございます。行きましょう。参ります。とくとごろじろそう、白くのがまどこに住んでおるのかと申しますと、関西にはなかなかおらんのです。わざわざ関東まで足を運びまして、筑波山ご存知でございましょうか。茨城県の筑波山、あの関東の霊山に上がります。木の根、草の根、深く深くかき分けますと、すっと姿を現します。七面相白くのがま、とくとご覧いただきましょう。餌は何を食べておるのかと申しますと、大箱という梅雨草、はい、未成界という空気になってまいります。急がば回れほどきよ、おいしいおかずは最後まで、暑くてしょうがない、もうヘルメットぐらい取ってもええんちゃいますか。大丈夫、コスチュームは大事。ああ、さすがプロフェッショナルでございますが、いろいろ時間がございます。中に鏡が入っております。紙面に鏡した鏡の中に生きたガマガエルを追い込めます。野生のガマガエルが鏡に映るとどうなりますか。生まれて初めて自分の姿を見たガマガエル、七面相白黒がびっくり仰天。ああ、こんな醜い姿をしておったのかと、パラリタラリタラーリと涙やら油汗を流します。それを取り出しまして、赤い新車に足の油で連低下に満低下という薬を練り合わせ、3721日間もの間とろ火で煮ます。とろりとろりかき混ぜ出来上がったのがこのガマの油でございます。皆様、そんなに真剣に聞かなくて結構でございます。覚えて帰っても家で作れるわけじゃございます。これ昔のオールドファンが好きなご七町の工場でございまして、これをやらんと、ね、納得されない方がいらっしゃる。見たいと言われる方どのくらいいらっしゃいますか。ガマガエル見てみたいわと言われる方、ああ、皆さんが一番反応が早かった。前に来てくださいます。美しい、立てば芍薬、座ればボタンがある姿は百合の花。いずれあやめかかきつまった女の人物さんがガマガエルに興味を示していただくなんて嬉しい限りでございます。そんとそこらの帰りでございます。心してもらってくださいとくとそれなりのリアクション頼むぞ。参りましょう。さて、お立ち試合、ナイスリアクションありがとうございます。どうぞお座りください。私の目に狂いはなかった。子供ね、見てみたい方いらっしゃいませんか。子供ちゃん、わしお嬢ちゃん来なさい。後ろの方からなんか思いっきり弁当みたいなものを食べておったけど、こっちには神経が一ったんよな。よし、早く急げ急げ急げ、走って走って走って、そうそうそう、分かってるな、空気読めるな、とくとご老次郎お戻りくださいませ。しまった、あなたでやめときゃよかった。まあこんなもんでございます。見たいと言われる方、また後ほどの登場でございまして、この商品はこちらガマの油でございます。薬は何に効くのか、効能がございまして、切り傷、擦り傷、かすり傷、お手の物でございますね。子供さんにお連れの親御さん、一家に一つ置いておいて